はい、ということで2つ目の作品、3つちょっと報告したいので、次は短編ラーっていう作品も、時をかける東京サバ市とほぼ同じ時期、2022年にちょっとこう合間でゴールデンウィーク過ぎぐらいに撮ったラーっていうね、結構好きな白黒短編、僕の好きな白黒映画、みんな そこまで好きじゃないのがちょっと残念なんですけども、チャイム鳴ってるけど、そうラーっていうね、女の子がラーっていう、太陽神のラーっていう女の子役やってもらって、フーちゃんっていう、女子大生の役がちょっとこう自殺願望があるっていう、結構自分の映画ではよくあるあのちょっと自殺をテーマにしてるんですけども、それをラーちゃんに救われるっていうちょっとした小話というか、はい、即興的なね、子供が松島葵ちゃんがすごいいい感じでバーってはっちゃけでやってくれたんで、ちょっとね撮影の時はちょっと日射病というか暑くてちょっと参っちゃったり、結構トラブルもあったけど、まあそれも乗り越えて2日間の撮影、中込み音音さんとねやって、本当にありがとうございます。その時はで、この作品バロセルナ映画祭、アラウンドワールドフィルムフェスティバルかインバルセルナっていう、この世界中パリとかアムステルダムとかベルリンとかいくつか拠点にあるこのアラウンドワールドフィルムフェスティバルのベルリン映画祭で、ノミネートされました。ありがとうございます。おかげさまで。これもね、今この時点では上映をね3月16日にしたと思うんで、ラーとしじみ日記と江戸サバ女子侍、あと17歳下から見るか上から見るかとか、この4本短編3つと東京しじみ日記2022をメインにね、3月16日に上映したと思うんで、ラーの方もねそこで見てもらえたとは思うんですけど、予告編こちらも概要欄に載せておきますので、チェックアウトしてください。白黒の面白いいい作品になっていると思いますね、うん、好きですね自分はこの作品すごく、うん、という感じでノミネートされて ありがとうございますというご報告でした。ラー桜っていうところのショートフィルムを最初に撮って、そこからラーちゃんが現れたというか、そういうキャラを作って面白いなっていうので膨らましてラーっていう白黒映画にしたんで、その桜の方はショートフィルムで英語字幕付きで流してますので、それもよければ見てください。概要欄に載せておきます。 OK I'm going to speak English, right? is a short film, Japanese short film, it's kind of very unique, a black and white film, and theGirl who want to die meets the god, son of God, Ra. Actually, she's a girl, very teenage girl, acted by Matsushima Aoi. Aoi-chan is at the time she's an elementary school girl and very charming and attractive and very active girl. So.She acted like improvisation, so it's very powerful, unique film, black and white film. Please check out the trailer. It's nominated in Around World Film Festival in Barcelona. Thank you very much. It's a short film, so you can check it out. I think I wanna put short film in Vimeo or somewhere, so you can check it out later.So keep in touch. Thank you very much. Thank you. I love this short film. So I hope you guys will like it. So like. Thank you, man. I think I'm going to keep making it. It's fun, right? It's not a commercial film and very independent and I can do what I want. So I like it. Anyway.まあ、パッと作れてたら変だけど、長編とかあと商業映画に比べたら割と作りやすいんで、白黒映画だけどまた作れたらなとか思ってます。あ、そういえばこのラーっていうねワンちゃん来て、ラーってサクラっていうショートフィルムも流してますけど、I made also like a Sakura. It's a short film, color film. It's originally like a ラーちゃんラーちゃん appears in that film, in short film, as a first time. Please check it out. You can check it out in YouTube too.